よし、働くぞ働くぞ、俺は働く、俺はもう寝ずに働くぞ。もう夜のところも行ってみたいもん。いやー、どんぐりを食うとかね、なかなかの所業やからね。ちなみにどんぐりはどちらで、多分ね時期的なもんだと思う。あ、あった。どんぐりじゃ手に入れたことあるのか。ボケナスの腹、いや一本穴でちょっと夜討伐してみようか。さあ、一本穴全く見えない。これは同じ場所でも全然違うね。ね、ちょっと待ってね、どうだろう。ね、画面の設定でね明るさ変えたとしてもどうだろうな、反映されるかな。めちゃくちゃ暗いよね。ゲーム的に設定ちょっと見ようか。あー、ないね、画面の明るさてか多分みんな画面真っ暗だよね。これやばいな。敵は見える。じゃちょっとみんなが見えやすくするために夜はちょっと明るさ上げよう。もう夜のレベルじゃないねちょっと待ってね、ちょっと待ってね、こうしよう。夜の時はちょっと明るさ上げます、画面見てる方のために。これ夜です。がっつり夜です。いや、てか朝日昇ってきたね。夜と。ああ、もうちょっとじゃあ早めに上がらないとダメだね。よしよし、だいぶ見やすさは上がった。この飛べが難しいな。スズメ意外とむずいね。ああ、よし、だいぶ見えるようになったねやばいよね、もう寝ずに、もう夏に入った途端寝ずに働きまくるという社畜の鏡だよね。じゃあボケナスもやっちゃいましょう、ついでにね。さあ、朝焼けだね、この時間的にはね。力の献立、新しい料理できるかな。いやー、もうね稲作も大事なんだけどさ、おい、ふっとんかいなさい。すずめ、よしいや、動物愛護団体から訴えられそうな殴りっぷりやね。化けなすね違う違う、ボケナスは悪口だから、バケナスバケナス。いやー、いいツッコミが入ったね、チャットもね。おい、ああ、吹っ飛ばないのかい。痛いの。意外とむずいな、方向転換ね。そしたらおてつのどうしよう。進化選択ね、まあないし、使えるうちはガンガン使っていこう。でちょっと下が気になってて、まとめれる時はね、まとめとかないと。意外とそのなんだろうな、ノックバックっていうか、ひるんでからの次の攻撃までが長いね。おい、吹っ飛び。はいはい。で倒れて衣ね、羽衣で掴むとさらに続けれるって感じか。無理やり引き、あ、もう倒すって感じかな、起こすって感じか。ね、若干一発衣入れると色が変わるのよ。なんか2発目がうまく入れるかどうかだね。ほい、意外と高低差が、それせいたんかい、あまり。ちょっと待った、それ大事なの。いやー、そっか、文字によってはボケナスに見えるんだね、ここのね、バケナスがね。ただの割り口やからね。だね、2発うまいこと当てると。ダメ、永遠とコンボはさせてもらえないんだね。空腹状態になります。うわー、やべえ。じゃあ永遠と何かをするっていうことはできないんだね。ぐるって回ってきただけか。何かをはめ込む玉が、穴が2つある。さてさて、無理やりゲット。これあれだね、飛ばした相手っていうか、一回ターゲットになってる敵に対しては羽衣も自動で行くね。ある程度合わせてくれるわ。ただターゲットを変えるときにちゃんと触っとかないとダメってことだね。ほいほいほい。あー、だいぶ慣れてきた。ほい。あれ、一匹逃げてたような気もするんだけど。ほい、いけい。スズメはちょっと飛べ飛べ。ゆい。うん、いい感じ。さて、加減の石板入手。ああ、これが大事なのか。いや、ダンジョンも結構やりごたえあっていいね。バケナスの原最深部。なんじゃ行き止まりか。何もないではないか。え、ボス戦か。おほー、こいつはおもずじゃい。おやるか、ゾムにかかってくるがよい。ってことでいきなりですね。はい、はい、痛い。ヒップドロップ痛い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 。いや、強すぎじゃね？早すぎたか。いや、諦めるのまだ早いね。てか、2とかしか食らってないんだよな。はあ。これはちょっと引こうか。はあはあ。こりゃあもうちょいちょっと武器鍛えるか。オーバーキルして頑張ってたらとんでもないやつに出くわしたね。いやー、強かったな。雑草は抜け抜け。うわねえ、これさ、ゲームだから間違えず抜くけどさ、リアルだとね、とりあえず抜くよね。さて。なあ、コアッパー。コアッパース。必要なものすべてを揃えてやったぞ。わしはカジマの作り方の知らんから、あとは足ごと勝手にやるがよい。さあ、これで、なんかできるみたいね。おう、カジマ。お主がどれだけ働いたかは私はとりあえず大したものじゃな。約束は約束だ。お前の道具ちゃんと作ってけっからな。気を大きくするにはちょっと早いのではないか。やったね。カジバちょっと見てみよう。ああ、ちゃんとやってるね。偉いね。新しい素材ば見つけたら何でも持ってこい。なんか思いつくことも知らねえから。ええ、見かけのわらうち。御影の大元能。大元能は、ああ、ここら辺は、そういうことか。銅鉱石足りねえのか。黒金の鎌とかここら辺作りたいね。そうだね、せっかくだから。任せろ。作ってみよう。で、だなんだ。はあ、笑うち。そういえば魂ってさ、あれ角が折れてるけど最終的には綺麗に生えるのかな。綺麗な刀になるといいんだけどね。1段階したからまた素材集めかな。はーい。ありがとう。やあ。はいはい。言葉がね。わかるわな。ほがらかというのはと。さあ料理ができるようになったと。献立、蔵の中、献立を変更。水ね。献立は、麦飯。うどん。あ、うどんもあるのか。米は力だとか言ってたけど、思いっきり違うのがあるっていうね。で、これ、あれだよね。多分、食いすぎると、足りなくなるっていう。塩ないもんな。いやーね、一応強気で言ったんだけどさ、コテンパンにされるよね。あ、でもこれでどれくらい強くなったかだね。ダメージ上がって倍だろうな。